疑似人格停止、魔力の収集率規定値を突破、第二段階限定解除を開始。精神抜病論語ミニアド。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はエルメロイコラボで新しく配布されたグレイについて、まあ宝具後になったんで解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。まずグレイなんですが、星4サーバントの星4アサシンの中でステータス的に言うと、体力は低めです。ただ攻撃力が一番高い、サーバント、確か同率1位かなとなっているんで、純粋にアタッカー運用するっていうのでいいかなと思います。そして次、スキルなんですが、スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第一スキル、自身の攻撃力をアップ、そして資料特攻状態を付与3ターン。そして第2スキル、自身のクイック性能、バスター性能を1ターンアップ。そして無敵状態を1回の1ターン付与。そして第3スキル、自身の NP を増やす。そして弱体耐性を3ターンアップ。というスキル構成になっております。で、上から解説していくんですが、まず第1スキル、自身の攻撃力アップなんですが、これはレベル1で 20%、レベル10で 30% アップしてくれます。なので相当いいバフかなと正直思います。そしてその次の資料特攻なんですが、これはレベル1で 50% アップ、レベル10で 100% アップしてくれます。なのでスキル上げ、最大にしておくと攻撃力が 30% 上がる、かつ狩猟の相手だった場合、その攻撃力が2倍になるって考えると相当優秀です。ただ狩猟特攻なんですが、サーバントは持っていません。なので高難易度でこれを活かすっていうのはちょっと難しいかなと。そしてエネミーに関しては、例えばで言うとゾンビ、スケルトン、ゴーストとか、そこら辺のキャラクター、あとはグールとかもだねのキャラクターに、適用するんですが、まあ、やっぱ周回する際敵がライダーで出てくることが少ないとなってしまうんで、そこのところを注意してください。ただ正直、同クラス、キャスター相手じゃない限り、同クラスだろうが資料特攻ついてると、あの相当いい火力出してくれるんで、まあ基本あんまり有利じゃないからグレイ使わないでおこうっていうよりも、資料特攻入るからグレイ使おうっていう考えでいいんじゃないかなと。まあただキャスターとかでね、キャスネロ宝具後だとか言ってる場合は、もちろんそっちの方が火力とか出たりとかするんで、そこのところは本当にまあ宝具レベルで相談かなと思います。くらってやろうぜ。疑似人格停止、第二段階限定解除を開始。戦争抜病論語ミニアド。くれ、食らってやろうぜ。古き神秘よ、死にたいよ、甘き謎よ、ことごとく無にかえ、論語ミニアド。第2スキルなんですが、クイック性能、バスター性能アップ、これに関しては両方とも倍率一緒です。まずレベル1で 20%、 レベル10で 40% アップしてくれます。なので上の第1スキルと合わせてあげることで火力が、さらに上乗せされます。まあ資料特攻、乗った場合どれぐらいなんだろう、実質 2.5 倍ぐらいの火力は出るのかな。まあ相当いい火力出してくれるんで、基本、第1スキルと一緒に使ってあげるでいいかなと。で、無敵状態に関してなんですが、これは1回の1ターンです。なので、このスキル使った後、すぐに消えてしまいます。なので、宝具打たれるタイミングで使うっていう論もありっちゃありです。ただ1回しか、付与されないんで、2回連続攻撃されて2回目が偶然クリティカルだったってなった時に、その事故を防止することはできないんで、そこのところ注意しておいてください。そして次、第3スキル、自身の NP を増やすなんですが、これは 20% 固定となっております。そして弱体耐性アップ、これがレベルによって変わります。レベル1で 20%、 レベル10で 30% アップしてくれます。なので基本 NP を増やすは動かないんで、 20% アップする、
スキルだなと思っておけば大丈夫です。弱体耐性に関しては 30% アップしてくれるんですが、まああったら嬉しいかな。ただ正直こっち見るよりも NP 増やすの方を見た方が優先的なんで、うん、まあ NP20 増やしてくれるスキルだと思っておけば大丈夫です。そしてスキル上げの素材なんですが、画像をポンと出しております。一応必要素材としては、骨108本、ランタン36個で、チリが120個、激輪が24個、合計全部のスキル上げようと思ったら必要となります。ただ一つのスキル上げようと思ったら、まあチリ40個と骨36個が用意できたらまあまあいいかなと。でグレイのスキル上げなんですが、もうバルバトス狩られちゃってるんですが、もうバルバトスを多分160体とか180体ぐらい倒しておくと、なんかグレイのスキル上げが割とちょうどいいぐらいにいけるっていうのをなんかコメントの方でもらってたんで、200体以上買ってる方に関しては多分ほぼ安定でグレイはスキル間にできるんじゃないかなと思います。スキル上げの優先度なんですが、自分としては213で、213か123かなと。で、まあ、3に関しては NP 増やすが動かないんで、もう正直上げる必要はほぼほぼないです。そして第2スキルと第1スキルなんですが、持続してくれる第1スキル優先して育成した方がいいかなと思ったんですが、まあやっぱりそれだった場合、瞬間火力出してくれるバスタークイック上げてクリティカルドンってした方が火力も出たりとかするんで、まあ正直ここは人それぞれかな。瞬間火力を出したいと思うんだったら第2スキル上げてから第1スキル上げて、持続的な火力を出したい方は第1を上げてから第2スキル上げるという感じでいいかなと思います。そして次クラススキルなんですが、単独行動 A プラなのでクリティカル威力が相当上がっております。そして耐魔力 C、デバフが少し効きにくくなっております。そして O の移し目 A、自身の NP 獲得量アップ、これ入っていることでバスタークイックアーツのコマンドで殴る際に NP 獲得量が少し上がっております。なので陣地作成の、まあ、全部に、まああれだね、陣地作成は A、アーツ性能しか上げないんですが、このスキルに関しては全てのコマンドカードを上げてくれる、まあちょっと幅が広く、あれだね、幅が広くなって使い勝手が良くなったクラススキルと思ってもらえれば大丈夫です。で第4スキルに関しては今回のイベントだけなんで飛ばします。そして次宝具なんですが、宝具は敵全体に強力な攻撃、そしてクイック攻撃耐性を3ターンダウン、オーバーチャージで効果アップ、そして、バスター攻撃耐性を3ターンダウン、オーバーチャージで効果アップという宝具構成になっております。でこれに関しては純粋に火力めっちゃ出てくれます。あとアサシンの全体宝具っていうのが数少ないんですが、今回配布されたということで、まあ結構周回では使うんじゃないかなと。でクイックとバスター耐性なんですが、それの倍率はオーバーチャージ1で 20% ダウン、2で 25% ダウン、5で 40% ダウンしてくれるんで、まあ宝具打ってあげて、クイックバスターで殴ると火力がさらに伸びやすくなるといった意味で結構いいデバフになってるかなと。でこのクイックとバスターの攻撃耐性ダウンなんですが、敵が耐魔力持ってた場合弾かれることがあったりするんで、そこのところは注意してください。で基本グレイに関してはバスター宝具なんで、まあマーリンとか合わせてあげる、あと宝具の2連発はクラススキルでできるかなとか思ったんですが、ちょっとというか普通に厳しいんで、まあ基本宝具一発打ってあげるの運用方法でいいんじゃないかなと。そして次コマンドカードなんですが、コマンドカードは Q3 枚のアーツ1枚のバスター1枚という構成になっております。まず Q 性能なんですが、 Q 性能に関しては良いです。まあ Q3 枚あるっていうんで、まあ自分で Q チェーンすることもできるんですが、それ以外でも Q チェーンがしやすいという意味で、まあアサシンのパーティーとかで組んであげると相当いいかなと。切り裂き食らって、やり食らってやろうぜ。よし来た。シェイ、お願い、アット、アット、任せろ。そして次アーツ性能なんですが、アーツ性能に関してはまあいいかな、まあ、クリティカルした時に結構伸びてくれるという感じです。
で、まあアーツ性能に関してはエクストラアタック込みでやるんだったらアーツ99とかがいいんですが、まあその EX アタックができないっていうことを考えたら、考えたらじゃないね、そういう時 EX アタックができない時に関してはアーツに関しては3枚目に置いておくと宝具がすごい打ちやすくなったりもするんで、まあ普通に戦う場合はアーツ3枚目に置くという戦い方でいいんじゃないかなと。切り裂きます。お願い、アット。アット。任せろ。やりまきり。食らってやろうぜ。セイ。セイ。よし来た。アット。任せろ。きり。食らってやろうぜ。よし来た。セイセイ。トーマならこいつだ。お願い。ラストバスター性能なんですが、バスター性能に関しては、宝具やスキル込みで強いという感じですね。まあ宝具の方でバスター性能、ダウン持っている、あとはクリティカル威力アップでスキル 1,2 で結構、バスター性能に関してはガンと上げれるんでいいかなと。ただ注意点としてはクリティカルしないときにちょっと火力が物足りないかな、まあアサシンでね補正入ってしまうっていうこともあったりするんで、まあそこのところだけは注意が必要かなと思います。切り裂きやります。よし来た。お願い、アット。アット。任せろ。グレイ、切り裂き。食らってやろうぜ。疑似人格停止。第2段階限定解除を開始。戦争発病ロンゴミニアド。よし来た。よし来た。トーマならこいつだ。そしてグレイと会うサーバントとしてはここら辺になるんじゃないかなと思います。まず、孔明言わずもがな、マーリンも言わずもがな、シェイクスピア NP 補助、スター発生率アップ、あとバスター性能の補助、セミラミス星あるの限定なんですがバスター性能の補助、ただ、まあ、アサシンクラスでグレイが星出してくれるんでそこのところうまいこと、組み合うかなと。で次、ヨメネロ、回復とか耐久要因、あと NP 回復、攻撃スター発生率もあるね、まあ補助要因で、クレオパトラ、アサシンで一緒に組むときに星を継続して、供給できるという意味で、でジャックちゃんも同じく、供給できる。で、雷光ママ、水着雷光ですね、水着雷光はバスター性能アップ、あと弱体解除要因、あと純粋に攻撃力にカリスマ、攻撃力アップにスター発生率ついているんでそこのところでいいかなと。でケイロン先生クリティカル威力アップ、あとバスター性能アップ、星出し要因として使えるかなと思います。でグレイと合う霊装なんですが、グレイは基本バスター性能アップ、クリティカル威力アップ、この2つでいいかなと。星出し性能とか NP 獲得量アップに関してはまあ他のキャラクターで補ってあげるってやった方が正直グレイが一番活かせるかなと思うんで、純粋に火力を出したい方に関してはバスター性能、クリティカル威力アップ、宝具威力アップだね、その霊装をつけておけばいいかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.